動きも何気にすごいですね。川田神社の大桶屋、県指定天然記念物川田神社の大桶屋記、昭和30年11月8日指定、目通り 9.28 メートル、根元周り 12.05 メートル、樹高 12.53 メートル、枝張り東西 22.5 メートル、南北 11.55 メートル。指定時は目通り 9.5、根元を13、樹高 21.2、枝張り東西 31.8、南北33メートル。県下でも屈指の大桶屋記の巨樹であった。樹齢は500年以上と推定される。欅はニレ科に属し日本の特産種であり、山中に多い落葉樹で大木になる。まあ確かにこれ、すごい大木です。もうこの近さだと、まあフレームいっぱいっていう感じになりますよね。ははまあ高さはそんなに、まあ高くはならないけど、まあ太さっていうかすごいことになりますよね。こういった感じですね。本当に巨樹だね。こんなの。すごいね。まあこれね、まあ、川田神社。もう神社はね、そちらにあるんですね。神社のね、まあ、ご神木にもなっているようです。県の天然記念物。そして、沼田の名木百選にも選ばれています。9.28、15.20。まあ、南北朝時代に沼田氏の分家の川田氏の館があった頃に植えられたか、あるいは自然木を社木にしたものであろうと言われている。なるほどね。こんなすごい。でもこれは炭化したのはあれかな。もう、幾清掃。まあそういったね、戦乱の世っていうのがあるから。すごいね、でもね。ああ自重でね、まあ、ちょっと枝の方を支えて、まあ、こういった。でも上の方にはね、葉がついてます。まだまだいけそうですよね。これも立派な庚申塔ですね。そうですね。川田神社ってありますね。ああ、すごい杉木立。ここは一段高くなってますね。本来脇障子があるところからドアになってます。わかりますかね、名前は。あ、ちょっと時間くださいね。本殿はそちらですね。ここからだとね、まあ、大桶屋が、まあ、いかに大きいかっていうことがわかりますよね。すーご。
そして、まあ、こちら社殿ですよね。これね、分かりました。まあ、外側はちょっと分かりづらかったんですけど、中に収まっているお札がですね、こんぴら大権現って文字が書かれています。これで読めるかな。まあ、交通安全というか、まあ、もともと龍神ということになってますけどね。では、無事。帰れますようによろしくお願いします。そしてね、お隣、まあ、こちらはちょっとわからないんですけどね、あ、こちらにもお札が入ってるかな。あー、文字が読めないかもしれない。そして稲荷大明神ですね。稲荷神社ってかかってます。ああ、末社軍は後ろですね。この中で名前のわかるものあるかな。なかなか大変なんですよ、末社巡りもね。これはわかりますよ。まあ、右からです。十二宮。まあ、よくね、十二山って書かれるときもありますけど、大山積の神ですね。あ、こちらもわかりますね。鹿島大明神、そうですね、鹿島神宮ですね。ズームするとね、明るくなるんですよ。これなかなか不思議ですよね。鹿島大明神、こちらはね、まあ、右側に縦にね、アマテラス大神宮って書かれてますね。そして中のお札にもですね、まあ、真ん中にアマテラス大神、まあ、右側にですね、月読みの狼、そして、まあ、豊受けの狼、まあ、そんな感じになってますね。まあ、伊勢神宮ですかね。あ、中のお札ですね。見えますかね。まあ、花の咲夜姫。まあ、これはこの花咲夜姫ですから、浅間神社富士山。あとも小さいものもありますけど。これは奇変に冬だから、ヒイラギ神社って読むのかな？明るくなるかな？ヒイラギ神社。お歌。
あと名前のわかるものがなさそうですかね。これは共立高地って読むのかね。ほか有志者、代々まあ神楽、あ、お神楽ね。はい、こちらがね、川田神社さんでした。おお、すごい。ご視聴ありがとうございました。はい、そちらがね、川田神社ですね。私はどっちから来たっけな。あ、三脚ありますか。三脚。あそこにね、何かあるんですよ。これ私の三脚ですね。いやー、びっくりした。ここまで持ってきたんだね、はい、ありました。よかったね。